自閉症スペクトラム、アスペルガー障害、最近そういう名前を聞くことも皆さんも多いかと思います。私はアスペルガー症候群の診断を持っています。日本ではこの3つの障害を合わせて発達障害と呼ばれることもあります。私の場所はこの中で言ったら大体この辺りかなと思います。初めて幼稚園に行った時から私は子どもたちが遊んでいる様子を見ている時に自分と何かが違うと思っていました。とても楽しそうで中に入りたいんだけれども彼らと私の間にはガラスの壁があるようでそこに入ることができませんでした。にもかかわらず時々触られたりとか声をかけられたりとか何か突然ガラスの壁がなくなって私に衝撃が走ります。それがいつ来るのかわからないので私はいつも緊張して体をぎゅっとカチコチに固めていました。これは中学3年生の時に書いた作品です。タイトルは孤独です。周りはすごく強烈に明るいのに何か私の周りには見えない壁があって私自身も透明で見えないそういう感じを抱えていました。そしてこの後に私は体を壊してしばらく学校に通えなくなりました。私は一体何者なんだろう、他の人と何が違うんだろう、どうして友達と一緒に遊んだり馴染んだりすることができないんだろう、答えが出ないぐるぐるとした悩みを書いたノートは何十冊にもなりました。体はいつもつらいです。息が苦しい、体は重い、触っても感じにくい、聞こえにくい、話すのは話しづらい、文字を読むのは読みづらい、なんだかぼんやりとしてて、水のすごい深い海の底にいるような、そういう辛さをずっと抱えていました。同級生たちがおしゃべりする様子というのは、水面のキラキラした反射のようで、とても羨ましくて、でも私は水の底にいて、その上の方のキラキラをずっと見上げて届かないなと思って眺めていました。2005年、今から7、8年前ですが、本を見つけました。私と似た症状の人が手記を書いていました。アスペルガー症候群という名前があったので、それが何を指すかどういう診断基準なのかはもう関係なくて、それで私のしんどさが表されるんだったらその言葉が欲しいと思いました。そしてお医者さんに行って診断書をもらいました。診断書をもらった帰りの電車の中で不思議なことが起きました。それまで私の記憶というのは何かもう時間軸がなくて平面に写真をぶちまけたみたいにいろんな記憶がバラバラと散らばっていました。それが一つのその診断というストーリーをもらったことで一本の線に時間軸の上に並んでいって、それが
現代の自分までたどり着いて、人格が一つに統合されていく、記憶がまとまっていくような、そういう感覚がありました。やっと自分が何者か分かったので、もうあとはひっそりと暮らしていけばいい、穏やかな日々が待っている、そう期待していました。だけどそれはすぐに違うということが分かりました。アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム、その診断基準というのは社会性やコミュニケーションの障害。これだと誰か他者との間にすれ違いが起きたときに、コミュニケーション障害があるあなたのせいだというふうに全部私のせいになってしまいます。その現実を突きつけられて、この診断名ではいけないんだと思いました。でも普通の人、コミュニケーション障害の人、丸の人、×の人、それってちょっとおかしいんじゃないかなと考えました。コミュニケーションというのは人と人との間に起きるものなのだから、コミュニケーション障害だって人と人との間に起きているもの、すれ違いというのはどちらか一方の責任できるものではないんじゃないかと思いました。それでもまた私は新しい診断名を探しに、自分探しの旅に出かけなければいけないんだろうか。もう疲れた、また旅に出かけるのはもう嫌だな、どうしよう。そう思っていたときに、当事者研究というものに出会いました。当事者研究、当事者というのは困りごとを抱えた本人、その本人が自分自身のことを研究する、そういうアイデアです。私はずっと自分のことが分からずに来ましたから、これはとてもいいアイデアだと思いました。自分のことを自分で研究する、ワクワクする、思いました。そして私は仲間と一緒に当事者研究を始めました。その時に大事にしたことは2つあります。一つは社会性コミュニケーションの障害というところから出発しない、それは少し脇に置いておいて、自閉症スペクトラムは何かではなくて、私自身の体験を言い当てる言葉を見つけていきたいと思いました。そして2008年に発達障害当事者研究という本を刊行しました。この研究で得られた私の特徴の仮説は、身体内外にある情報を多くの人は全体で取るときに、私はそれよりも部分にフォーカスして、その情報をたくさん摂取しているというようなものです。例えば体の内側からの情報、私はお腹が空いたという感覚が分かりにくいんですけれども、いろんな感覚が私には届けられていて、頭が重いとか、ぼーっとするとか、動けないなとか、そういうような情報の時に、うん、これはお腹が空いてるのかな、でも風邪をひいてるのかな、さっき言われたことが気になってるのかな、いろんなことが思いついてしまいます。でもその他にも、胸がわさわさするとか、悲しい気持ちが出てきたとか、胃のあたりがへこむ感じがしてきたとか、そういう感覚がだんだん増えていって、そして大きくなっていきます。そうするとどうもこの感覚、いくつかのこの感覚は一緒に動いてるみたいだなっていうことが分かって、ということはこれをまとめてお腹が空いたというふうにしても良さそうだというふうに感覚をまとめ上げることができます。これを自分で誰の助けもなしにほっといた場合は、だいたいご飯を2食抜いたぐらいに
なってやっとわかるという感じです。今は体の内側からの情報の話でしたが、外側からの情報もバラバラに大量に摂取しています。なので人の顔というのもどうも分かりにくいようです。私の同僚、あなたの同僚はどんな人ですかと聞かれたときに、今私はバリアフリーというの分野で働いているので、あ、車椅子に乗っている人ですというぐらいが多くの人に説明するのにちょうどいいサイズの言葉になるはずですが、私がそれを聞かれたときにはこのようにいろいろパーツで頭に思い浮かんでしまいます。なので、あ、まつげの長さは1センチぐらいですとか、手首の曲がる角度はこのぐらいですとか、そういうふうにパーツで伝えそうになります。そして私自身もたまにその同僚のことを引きで見ると、わ、誰だこの人というふうに不安になるというふうなことをあります。聴覚についても同じことが言えます。ファミリーレストランに入った時に BGM とか会話とか食器が割れる音とかいろいろな音がどんどん私の中に入っていて頭を埋め尽くして苦しくなります。今私は話すという行為をしていますが、これもとても難しいです。私が話したこの声、これだけを私が自分が聞き取れているんだったらば話しやすいんですけれども、このようなエコーが反響が音がいっぱい入っているようなこういうところだと、それも全部ひっくるめて私の中には届けられてきます。自分の声だけを抽出するということに今とても気を払っているという状況です。主観的には私の声は空気中に溶けていってしまって、同時に耳の周りはワンワンと何かうるさいという感覚です。実はそのワンワンというのも自分の声とあとは環境の音が混ざった音だということなんですけれども、それは私には分かりません。それから困っていたことに文字が読めないということがあります。特に英語なんですけれども、私にはこんな感じでちらついて見えて読めるような読めないような気持ちが悪いという感じになります。この今のチラチラをどうやって作ったかというと、アルファベットよりさらに細かいパーツに分解して、こういう縦線の棒とか点とかカーブのところとか、そういうふうに分解して高速で入れ替えるというプログラムにしました。そしたら、あ、私の呼びづらさが再現されたという流れになりました。ということは、仮説としてアルファベットよりさらに細かいパーツで見ているために、私はアルファベット1文字がまとめ上がらなくて読みづらいんじゃないか。またもしそうであるならば、何かフォント字体のデザインを変えると読みづらさが変わるかもしれないという仮説も立ちました。例えばコミックサンズというパーツが不揃いのフォントがあります。タイムズニューローマンよく見かけると思いますが、この字体と比べるとなんだか歪んでいるような感じがするかと思います。これをまっすぐな線のところだけ比べると、このようにタイムズニューローマンはきれいに揃っていて、これだと私は全部同じパーツだと判断してしまうので、そこを見てしまうので読みづらい。だけどコミックサンズの方は M も U も N もそれぞれ違う形でバラバラとしているので、同じパーツとは認識しにくいので読みやすいという、なんだか不思議なことが私には起きていそうだ、そういうことが推測として分かってきました。そこで今度は視線計測装置
アイトラッカーで今度は検証してみました。この赤で動いているのが私の視線です。フォントの大きさを変えたり、字体の種類を変えたり、このように感覚を変えたりして、私がどのように読めているのかというのを検証してみました。その結果です。紫色は普通に読める人、黄色が私です。黄色の方の私の方はもうチカチカしてしまって目で追うのがつらいので、ぐるぐると瞑想しています。しかしこのコミックサンズ、不揃いな字体に変えたらなんとかまっすぐ読めています。このような結果、当事者研究から科学的な検証というところまでやってみて、自分のことがだんだん分かっていくという一例です。このような形で私は見え方とか聞こえ方とか当事者研究を使って、いろいろと自分のパターンがどういうものなのかというのを発見していきました。そうすると、昔は私というふうなあなたとか言われても、一体自分が何者なのかわからないし、なんだかモヤモヤとした煙のような、そんな感覚しかなかったんですけれども、当事者研究をすることで、あ、私は全体よりも部分を見るという、そういうパターンの持ち主だとか、そういうふうに言葉を作ることができるようになったので、私というような何か手触り、実感を感じるようになってきました。自分っていうものが何だかわからないとか、困っている、何か人との関係でトラブルを抱えているという時に、私はぜひ当事者研究をお勧めしたいなと思っています。最後に、その大事な当事者研究をする時のポイントを3つご紹介したいと思います。一つは具体性です。困っている時というのは、みんなはできているのに私だけできないとか、いつも私は失敗するとか、どうしても抽象的な言葉で自分のことを表してしまいがちです。でも、みんなって誰とか、いつもって本当に全部いつもなのとか、細かく分解していくことができるはずです。そのように、より細かいデータというのが研究ということには大事だろうと思っています。二つ目は構造性です。私たちは困ったことがあるときに、全部あなたのせいなんだから謝ってとか、あ、これはもう私のせいですから責任を取ってやめますとか、責任の問題として語りがちです。それで解決しようというようなことが普通にあると思います。でも、責任の問題というのは脇にちょっと置いて、一体この今困ったことというのはどういうメカニズムだったんだろう、一体どういう構造があったんだろうということをみんなで探っていく、そういうアプローチが研究という時には大事だろうと思います。そして最後に、共有性です。困っていることがある、それは人に言うのはとても怖いことです。私だけこの中に収めておけばいい、もしくは誰か一人だけに話してこのことは内緒ね、そういう形で一人とか二人とか少ない単位で抱えてしまう、そこで安全を保ちたいというふうに思いますが、多くの場合、自分のことというのはなかなか分かりにくいものですが、人のことというのは割と分かったりするものです。人の意見を聞くことによって、今まで自分が思ったこともないような角度で自分のことを捉えることができる、そういうことがあるでしょう。言葉にするのは怖いことですけれども、自分を表す言葉がなかったときに、人に伝えようと思ったときに初めて
言葉というのは生まれてくるものだと思います。当事者研究いかがでしょうか。ありがとうございました。